中山香里です。チャンネル登録者数600名様突破ありがとうございます。この動画では九州チャンピオンシップの3連複フォーメーション予想ということで、1列目に選んだのが2番のテイエムチェロキーです。前走の吉永里記念ではスタートが決まらず、佐賀競馬では初の掲示板を外す7色に敗れましたが、スムーズにスタートを決められたら巻き返す可能性は高いと判断して1列目に選びました。続いて2列目3列目に選んだのが1番のドラリュールと12番ゲットワイルドを選びました。最後に3列目に選んだのが6番のマイネルジャスト、7番マテラユーキ、9番パイロキネシスト、11番カルフレグランス、以上の4頭を追加した3連複フォーメーション9点で勝負します。